今回は野菜たっぷりの春雨ラーメンの作り方を紹介します。ボリュームたっぷりですがヘルシーなのでたくさん食べても大丈夫です。野菜をたくさん摂りたい時にはおすすめです。それでは作っていきましょう。材料を用意します。春雨はお湯で戻しておきます。キャベツ、人参、パプリカ、小松菜、ブロッコリー、生姜、ネギです。鍋に生姜を入れ軽く炒めます。キャベツ、人参、パプリカを入れ炒めます。下茹でしたブロッコリー、小松菜を入れ炒めます。スープを 400cc 入れます。塩、味の素、胡椒を入れ味付けします。野菜を煮ていきます。丼に戻していた春雨を入れます。仕上げに鶏油を入れます。野菜をこんもりと盛り付けます。仕上げに青ネギを散らして完成です。今回は野菜たっぷり春雨ラーメンの作り方を紹介しました。簡単にすぐできて野菜の栄養がたっぷりとれるので嬉しいメニューです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いいたします。